おはようございます。ただいまの時刻6時50分ですね。ちょっと早く着きすぎて、まあ15分か20分ぐらい車の中で仮眠してました。今日はですね、桜島近辺の、海に来ております。で、今からカヤックを下ろして、ちょっとですね、1年ぶりにカヤックフィッシングしていこうと思います。はい、本日はですね、これを使って釣りをしようと思うんですけど、まずこの2つですね、特売品のティップライン用のエギになります。 3.55 の 40g、 ちょっと桜島近辺は深いので、まあ、40g でもいいかなということでこれにしました。あとはですね、初めてのタイラバ用の針交換用ユニットってやつですね、とあとはプニラバっていう新しい形のタイラバってやつかな、新世代タイラバですね。あれ、あ、ついた。ガード、それではですね、改めましておはようございます。はい、本日の海況としましては、潮は中潮で、風はですね、今のところ1メーターぐらいかな。昼間はもうほぼ無風で、冬にはですね、珍しく、1日中、ま、風が吹かない予報となっております。で、天気も曇りですので、ま、結構ですね、条件としては揃ってます。あとはですね、ま、釣果を期待するだけですね。アオリイカ狙いっていうのと、あとマダイ、根魚、そこら辺をですね、タイラバで狙うっていうのをやっていこうと思います。ティップランもタイラバも初めてですので、まあどういう風になるのかちょっと楽しみですけど、まあとりあえずですね、ビーコさんがイカを食べたいということで、イカから狙っていこうと思います。イルカの群れが横にいます。すごい息してる。来た、さあやっと釣れた。釣れたってまだ釣り上げてないけど、お、結構引くぞ。うお、あれ取れた。うわ最悪、マジか。何か来ました。12時20分、あんまり大きくないですね。引いてる？ちょっと引いてる。え、何？根魚？あ、餌とかマジ最悪だよね。うわあ、でかアラカブ。でか。これは、あ、でもめっちゃしっかりかかってる。やったー。これ何、アラカブうっかりカサゴってやつ。はい、皆さんこんにちは。カヤックフィッシング2日目になります。この間のですね、釣果がかなり乏しかったので、ちょっとリベンジに来ております。で、今日はルバーは使わずにですね、
餌だけでやってみようかなと思ってキビナゴとエビを持ってきました。まあどういう釣果になるのかちょっと楽しみですね。それではポイントまでちょっと超えていこうと思います。おー、また来た。これは持って帰れるかな。持って帰れないよね。ちょっとベラー、さっきと同じ思うかな。もうはい、いつの間にかめちゃくちゃちっちゃい荒株が釣れてました。荒株ベラー、なんかでかいのが来ました。バレませんようにちょっとドラグを緩めるか。慎重に慎重に。あ、もう全然抵抗してなくなった。大物旗かな。結構重たい。うわ、見えた。うわ、でかっ。でかっ。ちょ、めっちゃでかい大物。よっしゃ、取った。うわ、でかっ。でかい。めっちゃでかい。やったやったね。これはでかいぞ。はい、それでは、はい、昨日釣ったのをさばいていきましょうか。はい、釣果はですね、まあ、報告したんですけど、モンモンハタ1匹、うん、で、アラカブ2匹、うん、で、あと、いただいたマダイが1匹、はい、ありがとうございますカヤックを直してる時に、鉄手が一緒になった方がいらっしゃって、うんうんうん、いろいろ話をしててね、うん、釣れましたって言って、まあ、僕は大物旗ちょっと大きいの釣れましたよって言って、うん、で、どうでした釣れましたって言って、うん、マダイが釣れましたって言ったその時のジェスチャー、うん、手の幅がね、まあ普通こんなんじゃないですか、うん、もうね、尋常じゃないぐらい釣れましたっていう手の幅がでかすぎて、うん、嘘でしょって思ったんだけど、うん、見せてもらったんですけどやばかったです。あ、そんなにでかかったんだ、うん、めちゃくちゃでかかった。でもこんなに釣れないもんだから、うん、まあ、僕自身が、うんうん、金庫湾にはマダイはいないんじゃないかってもう思ってたんですけど、うん、いました、はい、いっぱいいましたただ釣れなかっただけだね。そうそうそう、腕がないだけだった、うんうん、でも今日いただいたっていうことで、そう、はい、でも釣り方もいろいろ教えてもらったので、うん、またいろいろ道具をね準備しないといけないから、うん、道具を準備 しながら、うん、勉強して、うん、またそのうちね試してみようと思います。はい、はい、じゃあ、はい、今大物旗とマダイとアラカブを並べてみました。今サイズを測ってみたらタイが40センチで大物旗が42センチでした、うん、大きいね。ね、立派、ね、これは食べ応えがあるよ。もう包丁切れる。うん、骨がやっぱまっすぐ硬い。最初やっぱエラを取ってて、うん、内臓を取り出してからエラを取ったっけ。エラからじゃなかった。エラから取ったっけ。
あ、内臓からだっけ。うん、内臓を一旦出してエロを取った気がする。100点あ、ちょっとむず…あ、調子に乗った、ほら褒めたらこれだもんな。だからダメなんだよあ、でもいいね。ちょっと、ここはもう、うん、おー、すごい。あ、綺麗にできた。おー、すごい。いいね、バッチリやん。黄金旗だよね。うん、刺身の取り方っていうのはあるんだよね。ああ、あ、まだあった。なんか言うよね。今日は直に決めてくしましょう。はい、はい、じゃあ何何乾杯する。まあ乾杯でいいじゃん、普通にもう、うん、うん、はい、乾杯。乾杯。僕は食べます。いただきます。お腹すいた。いただきます。てか、マダイ食べたい。どう？うん、美味しい。出てる。うん、出汁が、出汁が出てる。これがマダイ。それマダイのカルパッチョ。おお、これこのまま。うん、うん。味効いてる？うん、あんま効いてない。もうちょっと塩がいいかな。うん、こっち重かっただっけ。うん、どう思った、うん、美味しい。魚釣りってやっぱさ、釣って楽しいしさ、うん、食べて美味しいからいいよね。うん、まあ、準備と片付けめちゃくちゃ大変だけど、うん、大変だよね。大変でしょ、うんうん、帰ってきて洗って、火薬も洗ってとかだもんね、うん、準備も結構かかるしね。だよね、うん、で夏場は、うん、あのカビが来るからさ、うん、湿度が高いから、うんうん、いつも部屋の中に干してんだけど、うん、今年から麦がいるからさ、なんか爪でだよ、ね、ガシガシ傷つけないかすっごい心配。むいちゃん悪気やないからね。うん、あと何がいるの海。黒とかも釣れんの。黒は釣れない。いや、多分場所によっては釣ってる人もいる。それはもしかけが違うの。いや、一緒だよ。うーん、教えてもらった釣り方で。何を釣ってた。タイとマダイとアジ。あー、いいね、うん、アジもいいじゃん、うん、え、どのサイズ。いや、あの、結構でかいスーパーに置いてあるあのでかいサイズ。あー、そうなの。そんなん、うん、ビギグラ。え、何匹だったっけ。結構いたよ。え、めっちゃいいじゃん。次、アジで。アジの刺身美味しいよね。うん、好きだ。
あのバター焼きみたいなのも美味しいし、私多分唯一刺身買うのアジかも。あ、そうなの、うん、味は美味しいよね。シマアジのつ入れればいいんだけど、めちゃくちゃ美味しいよ。あ、そうなんだ、うん、その釣ってた人はシマアジじゃなかったの？うん、シマアジも釣れるのかね、健康湾内で。なんか外海に多いイメージがあるけど、まだまだ捌き方も料理の仕方も動画を見て勉強しないと。うん、やらないと覚えないしね。うん、だよね、うん、こなさないと無理だよね。そうそうそう。魚って何が一番美味しいのかな、本物によるんだろうけど、私的には煮付けが好きなんだけど。うん、まあ煮付け美味しいよね、うん。でもその時に食べたい料理が一番美味しいんじゃない。まあ確かにね、うん、塩焼きも美味しいし、うん、でも一番美味しいのは誰かが作ってくれてそれを食べることだよね。確かにそれが一番美味しい。明日コラーゲンでお肌がプルプルかも。俺こっち食べてないわ、そういうの。こう思う方、うん、明日食べても美味しいかもね、うん、明日取っときたい。明日は美味しいんだよ、本当に。なんかって思う方、思う方だよ、それどう。プリプリ、一日置くと美味しさが増すよね、本当に。てかさ、本当にさ、その話めっちゃ変わるんだけどさ、うん、俺、そのマダイをくれた人といろいろ話をしてさ、うん、本当にマジで俺の釣り人生が変わるかもしれない。うん、うん、そんないい出会いをさせてもらったの。そう、だって俺、金庫湾にマダイいないんじゃないかなと思ってましたもん、ちょっとね。あまりにも釣れなさすぎて、そもそもその釣り方が違うってことだよね。そう、うん、他からその釣るやり方とってこと、うん、の船から早くからで、うん、な、あの俺はいつもルアーで狙うんだけど、うん、やっぱりルアーと餌ってもう根本的に違うよ、うん。まず餌には勝てないんだなって思った。うん、であとはもうその釣り方っていうかさ、うん、まあいろいろ話を聞いて、もう釣り方が理にかなってるなっていう。うん、あ、そら、うん、魚たちも食べるよっていう感じ。うん、あ、そう。うん。だよね。だってもうすごかったもん、あのクーラーの。なんか初めて見た俺、あんな釣ってる人。またでも優しくいろいろ教えてくれたよね。そうそうそう。どうなんだろうかな。だって普通さ、あんまり、うん、どう教えたくないんじゃないの。いや、分からんけど、その、自分の手法っていうかさ、うん、いや、分からんよ、分からんけど、その釣りのそういうのはどうなんだろうか。みんなそうやって教え合うのかな。そうね、このこの人は多分教えないと一生釣れないだろうなと思って教えてくれたのか。あ、ダメだわって思ったのかな。俺はあの乏しい兆候を見て、ね、あ、ちょっとかわいそうと思ってさ、ちょっとこう知識をお裾分けしてあげようって思ってくれたのかもしれない。きっとそっちだね、うん、よかったね、うん。なんかさ、あの人生の中においてさ、あの苦しい時って誰かが手を差し伸べてくれるって言うよ。うん、まさにそれなのかな。それだよね。釣りに関しての。
なんかこう今後多分釣りってまだずっとしていくと思うんだけど、さあ、あの方向性が見えたよね、うんうん、したいっていう、うん、まあルマももちろん楽しいし、うん、あのやめないと思うんだけど、うん、メインでやっぱり釣るのはもう餌になるかな、うん、ちょっと餌釣りにはまるかもしれない今後。まあね、まあ、釣らないと意味がないもんね、うん、釣りに行ってるわけだからね、まあ、で釣ってから遊び程度にルアーでこうどんなもんかなって試し釣りをするのはいいだろうけどね、うん、とりあえずは釣らないとだもんね、うん、だってほらもう同じ時間帯に釣りをしててさ、その夕方にまあカヤックを引き上げて、あ、今日も多分渋かったんだろうなと思ってさ、多分冬だからそういうもんなんだろうなって思った矢先にさ、あの爆釣してるわけじゃん。うん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 、だよね、うん、だからもうそんだけ同じ状況でね、そうそうそう、うん、そんだけ差があるわけだもんね、勉強不足だよ、そもそも実力の差が、うん、経験不足だね。あれはもうすごかった、もうカルチャーショックだよ。だってその方すごい経験してるんでしょ、いろんな、うん、いろんなやり方をしてそこに行き着いたっていう。そうそうそう、経験不足ですね。でも本当それをそういうのを教えてくれることで、その時間、まあ、今からさ、知らなかったらそれを経験していかないといけないわけだよ、うんうんうん、そうね、うん、本当ありがたいことだね、うん、なんでだろう、なんでだろうって模索しながらでしょ、うん、なんか俺話聞きながらスマホでめっちゃメモ取ったもんねはい、はいって言いながら、あ、はい、ここはどうすんですか、はいって言ってもうこっちは必死ですよ。だよね、うん、釣って帰らないと怒られますから、うん、そうね、夜ご飯ぐらいはちょっとね、うん、いただきたいよね、やっぱり。よし、いや、もうよろしいでしょうか。とりあえず一旦ここで、うん、動画は締めたいと思います。はい、今日も海の幸に感謝して、はい、ごちそうさまでしたということで、ありがとうございました。そして出会いに感謝してですね、いろいろ教えてくださりありがとうございます。私たちのね、でも動画でそうやっていろいろ、今度は私たちがこう教えてあげられる立場になればといいんじゃないの。いや、まあまあ、まだまだ、あ、おこがましい、うん、はい、まだまだ、おこがましい、すいません、うん、ほいでほいででは、はい、バイバイ。So much easier than. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us. They couldn't change.